はい、どうも、ジャリ学長です。矢島です。今回は業界一面白いフリートーク第2弾で、はい、なんか最近ちょっとうちの、ね、学童に行ってて、学童のねやってくださってる先生がいい言葉を書いてくれるみたいなプリントをね配布してくれるんだけど、ミドルエイジクライシスっていう話があって、何かっていうと、なんかそのミドルエイジって、まあ、いわゆる中年、40代から50代ぐらいにかけての時にちょっとこう危機が生じると、中年の危機って言ったりとかもするんだけど、結構気持ちがガーンって落ち込んじゃったりとか、不安定になっちゃったりとかする人がなんか結構こう多くて、それなんか昔から言われてるらしいんだよね。で、俺それ知らなかったから、うん、そうなんだって思ったんだけど、もちろんねそうじゃない人もいるっていう前提でもちろん話すんだけど、結構40代後半とか50代ぐらいになってガツンってなんかパワハラしちゃったりとか、うわーってセクハラしちゃったりとか、あとなんかこういわゆるおつぼねさんとか言われる感じでさ、女性でさヒステリックにわーって言っちゃうみたいな人だってやっぱいると思うんだけど、それってもしかしたらやっぱそういうミドルエイジクライシスみたいな形で精神的に結構不安定になりがちな時期っていうのも原因にあるんだろうなってなんかちょっと思ったりしたのね。そしたらちょっと優しくなれたのよ、そういう人たちに。あ、しょうがないよなみたいないう風になんかこうちょっと思ったりして、だからもしね職場とかになんかそういう人がいると、なんかすげえいつもイライラしてんなっていう風にいたら、いやもしかしたらそういう影響かもしれんな、あの人も大変なんだろうなってちょっと思えると、ちょっとこう気持ちが楽になるっていうのがあんじゃねえかなって思ったっていう話なんだけど、やっぱさ更年期とかも重なるじゃん、女性とかだと体とかがさこう変化してくるみたいな、ホルモンも変わってくるしみたいになって、あと社会的にも子供が巣立ったりとかやっぱするらしいんだよね。子供がもう高校生とかになったりとか、早い人だともう大学生とかになったりして、今まで子供を育てようと思って一生懸命一心不乱に仕事にわーって集中してたりとか、子供にわーって集中してそっちに意識向いてたけど、逆にちょっと余裕ができちゃうっていうか、ぽっかりなんかこう心に穴が開くじゃないけど、なんかそういう風になった時にガクンってきちゃうらしいんだよね。今まで逆にバリバリ働けてたのに、40後半から50になったらなんかすげえ体力落ちてきたなとか、そういうのとかすごい疲れやすくなって、自分がなんかこうちょっと衰えていくみたいなのを感じて、それでまた気持ちが落ち込んじゃうみたいなのとかもなんかこうあるらしいんだよね。それでなんかやっぱ自殺しちゃう人とかも結構いたりするらしいんだよね。男性の50代の自殺めちゃめちゃ多いらしいんだよね。確かなんか仕事がバリバリちょっとできなくなって、子供が巣立っちゃってってなると、家庭での役割みたいなのもちょっとこう下がっちゃったりするんだよね。今までお父さんが稼いでくれてるからご飯食えるみたいな感じだったのがさ、結構子供が独り立ちしてったっていう風になったらさ、あんまりさ家庭の役割がちょっとこう変わってきちゃったりとか、今までずっとお母さんっていう形の役割あったのにそれがなくなっちゃうとかいう風になったりすると、精神的にも肉体的にもガクンってきちゃう時期があるらしい。でそれのせいだとか、そういう人はみんなそうなっちゃうなんてことはもちろん言わないんだけど、そういう影響もあるんだろうなって思えたら我慢できたりというか、あ、なんでそんなこと言うんだろうみたいなこととか思わずに済むんじゃねえかなって思ったっていう話なんだけど。なるほど。なんかそういう風に感じることない？でも俺はやっぱりちょっとあったりすんのね。俺がガンって落ち込んだ原因になった人とかもやっぱさ、その辺の年代だったりしたし、なんでそんなこと言うんだろうみたいな人とか、いつもイライラしてんなあの人みたいな人やっぱりいたんだけど、その人の性格の悪さとかさいう風に考えちゃうとさ、まあ、もちろんそういうのもあるんだろうけど、そういう風に思うとすげえイライラしたりとかするじゃん。なんだよ あいつマジ本当性格悪いとかさ思うけど、もしかしたらそういう影響もあるだろうなとか思うと、あの人も大変だろうなって思って、まあ、とりあえずちょっと距離を置いとこうぐらいな感じにできるかなって思ったっていうのをこの間思って。そういう経験ない？なんか40代後半からさ50代ぐらいでさ、いつもイライラしてるみたいな人とかさ、バーってパワハラみたいなこと言っちゃうとかいう人いるけど、20代でもいるなとも思うし、メンヘラ女子とかオラついてる男とか、それが仕方ないんだって思う反面、俺も ADHD だけど頑張って生きてるしとか、なんか人間みんな自分のこと分かってほしいってなると思うし、正当化すると思うから、うんうん、結局全部自分のせいだと思うから、なんかそういう嫌な人がいる職場で働いてる自分が悪いって思っちゃう。なんか自分が孫正義だったら、周りはそうじゃないレベルの高い感情的にならない人で固められると思うけど、その程度のレベルだからそういう人とも付き合っていかなきゃいけないっていう自分の努力不足だからそこは我慢しようみたいな。強えなそれは。
そうはね、なかなか考えられないだろうけどね。これは別に自分が正しいとは思ってないけど、うん、やっぱそういう病院とかにそういう人がいた時に本当にムカついて、いろいろあると思うよ人生。そっちでみんなあるじゃん。例えばさ、親が死んじゃった人とかもいるわけじゃん。奥さんに浮気された人とかいろいろあるじゃん。その人その人でもうそれぞれの事情はある中で、人に迷惑かけていいっていうことではないなって思っちゃうんだよね。でも結局なんかその程度の人と関わらなきゃいけない環境にいる自分がダメだなって思って、もっと頑張ろうと思って生きてきたっていう感じ。なるほどね。だからあんま俺は受け入れられないね、そういうの。自分勝手に不合理な理不尽なことで当たられたりするとっていうか、この環境変えようってなっちゃう。だから毎回耐えなきゃいけないんだよそれ。その時だけだったら耐えられるんだけど、この職場で何年もこの人の身勝手なものに付き合っている人生やだなって思っちゃうから、力でこの環境を脱出してこういう人がいない世界を自分の周りで作ろうって思ってしまうから、結構そこを受け入れようとしてる宮島くんはすごいなと思う。いやーすごいっていうかね、まあだからそうはなれない、能力的とか度胸的にもなれないっていうのなのかなとも思うし、すごい不幸なことがあったってさ、他人を不幸にしていいわけではないから。いや本当そう思っちゃう。だからそういうのとかでさ、仕事に集中できない時期とかさ、年齢とかになるってことあると思うんだよね。30歳はめちゃめちゃバリバリできてたけど、40後半から50になったら衰えてきちゃいました。しかもなんか親の介護もなんかしなきゃいけなくなっちゃいましたとかさ、ホルモンのあれとかでなっちゃいましたとかなった時に、席を譲ったらいいのにって思う。結構俺は座るじゃん基本、まあ、しょうがないけどさ。だから給料はそのまんまに役職だけ下げられてほしいなって結構思うよ。なんかその人がいないと仕事が回んない環境だったりするわけよ。気にしないでとかってさ言ったりするけどさ、気にしないで仕事ができないから困ってるのよね、うん、40代後半か50代ってなったらもう上の人じゃん立場がさ。だからなんかトラブルが起きた時は絶対その人に話を持っていかないといけないみたいなさ、なっちゃってたりすると、そこでめっちゃイライラしててさ、バーとか当たられたりするとさ、もうシューンってなっちゃうじゃん。それ気にするんだったら無理じゃん、うん、本当に気にしなくていいよだったら、いやあの人にそういう報告しなくていいよだったら全然大丈夫だと思うんだよ、ね、うん、楽に、あ、関わんないようにすれば大丈夫ってなるから、うん、あの人ちょっと最近荒れてんなって思ったら、こういうし役職からちゃんと外してほしいなってマジで思う。外してもさ、じゃ例えばさ、旦那に浮気されました、落ち込んでます、仕事で当たり散らしちゃいますっていう、これさ、その役職変わってじゃあ現場に戻ったとしても、うん、患者さんにそれやるのってどうなの？旦那に浮気されたから患者さんのリハビリの質落ちてますって、患者さんからしたら知ったこっちゃないじゃん。それをちゃんとやれないプロってどうなのって思っちゃうし、なんかそれでお金同じのもらってるのおかしいじゃんって、真面目にやってる人がなんか浮かばれないし、患者さんが迷惑じゃん、そんなちゃんとコントロールしてこいよって思っちゃう。本当そう思うけど、ちょっと他人行儀っぽく言えば、例えば俺がその人の部下だった立場だったとしてね、その人がめっちゃイライラしてて、患者さんにすごい当たりが強いとか、あと超適当な仕事をしてるみたいな風になって、昔俺超イライラしてたの多分そういうの見ると、ちゃんと仕事しろよって、うん、最近は患者さんに適当に治療してて怒るのって患者さんとあと経営者の人だと思うんだよね。そんな治療とかをやってたらうちの病院の評判下がるし、お願いした仕事をちゃんとやってくれないってどうなんみたいな感じで怒るのは経営者じゃん。だから俺が怒るのはちょっと筋違いだなって思ったの。あでもそれ冗長じゃない、経営者が直で怒るのも間違ってると思うし、患者さんが怒るのはまあ患者さんの権利だと思うんだけど、なんか冗長はそこのマネージメントをして数字を達成するっていう役割なわけじゃん、うん、なんかその冗長が言うべきだから、宮島くんが言うべきじゃないってのは俺もわかるけど、そうそう、同僚だったらそれは俺もさ、自分の役割の範疇じゃないから、自分の役割に集中してそこのパフォーマンスを落とさないようにした方がいいと思うんだけど、だから冗長的には大迷惑だよねそういう人。そういう人が冗長になっちゃってて、で下ろしてさえくれれば自分の仕事にその情緒の許可が必要なこととかってやっぱあるじゃん。それさえなくなれば俺はもうストレスフリーなんだなって結構最近思うようになった。とにかく権力を下げてくるとなんかそういう感情的になっちゃってて、うん、もう明らかまずい。でそれには致し方ない理由が仮にあったとすると、そういう時期的なこともあるし、家庭環境のこととか、致し方ない理由なんてないよね。ひどい人だと子供が受験だからとかでイライラしたりするからね。子供が大学受験ですごいイライラするみたいな、うん、それで当たりちゃうみたいな人もいるから、うん、そういう人をちゃんと処分してはほしい。で処分は首とかじゃなく、普通になんかまず指導してもらって、でその上でちょっと仕事に集中できないなんか大変な時期だったら、ひとまず課長職みたいなのは何々君の方に譲ってもらって、臨床の方に集中してもらっていいみたいな対処してほしい。これで給料下げる下げないはさ、その人の今までの貢献具合とかでさ考えてもらって、すごい今まで頑張ってくれてすごい実績もあるけど今上司としては不適格だよねっていう人だったら、できたらなんか給料そのまんまでいいから、とりあえず椅子だけ譲ってくれっていうふうにしてほしいなって結構
思う。その人が権力にいるから問題なんだよ本当に。なんかだから後輩がさ、もっと後輩にパラハラしてますっていう話をさ報告受けたとしてもそんなにイラつかないじゃん、やっぱ。なんか結局自分より下だからさ、自分被害受けない、うん、まあ個人目線で見たらそうだけどね、どうあるべきかみたいなところだと、結局どこの仕事をしてても患者さんがかわいそうだなって思っちゃう、うん、それをムカつくっていうことをその人に言うか言わないかは別として、何々だからしょうがないみたいなのはさ、それぞれみんな大変なことってあるわけじゃん。だからそれのなんか第一章とかない気がするから。なるほど、確かにそうだね。ちょっとずれちゃうかもしれないけど、なんでこの人こんなこと言うんだろうっていうふうに思うと余計イラついたりするから、その理由付けとしてミドルエイジクライシスってのがあるんだなって思うとちょっと許せるっていう。なるほど。感じかな。なんかその人のことをじゃあしょうがないとは思わないけど、なんでこいつこんなこと言うんだろうとか、なんであんなイライラした態度取ってんだろうみたいな理由に、あ、こういうこともあんのねみたいなさ、分かんないとイライラするじゃん。分かるとちょっとまださ、納得はいかなくてもさ、なるほどみたいなのに慣れていくっていう感じかもしれない。なるほどね。うん、ってとこですかね。電車なんで帰りの。はい。帰ります。高評価、チャンネル登録お願いします。じゃあお疲れ様です。はい。いってらっしゃい。今うちの会社でメインでやってる事業が整体とピラティススタジオっていうのがあるんですけど、こちらでスタッフを募集しています。特にピラティススタジオの方は、これから100店舗を目指していくんですけど、まだ今店舗が少ない状態なので、今から入った方でもどんどんマネージャーとか管理職の方を目指すことができます。海外でも事業展開をしていく構想があるので、英語が喋れて整体とかピラティスやってもいいよっていう方は優遇しますんで、ぜひ来てください。具体的には、概要欄に整体のリンクとピラティススタジオのリンクを貼っておくので、そちらに登録して詳細を確認していただければと思います。海外希望の方はどちらかの LINE で海外希望を伝えてもらえれば検討させていただきます。まずはお気軽に登録してご連絡いただければと思います。